株式会社日本アドシステムズは日本のアニメーション制作及びキャラクターマーチャンダイジングを専門とするアニメプロデュース会社。略称、ナズ。ADK エモーションズの完全子会社であり、番組担当プロデューサーも同社従業員である。日本動画協会制会員。会社登記は1975年になされ、朝日通信社参加において、 アニメの企画や番組販売の営業のみでなく、作品企画を手掛ける企業として、1982年より営業している。社名の AD には、アニメーションデベロップメントの頭文字をかけている。夏の活動開始から2000年までプロデューサーを務めた、中核メンバーの片岡井郎によれば、かつては、夏自身が制作において出資することはなく、 作品の制作費は朝日通信社が番組スポンサーより集めており、片岡自身も、なずと朝日通信社の2社の名刺を持ちながら2社の立場を区別することはなかったという。1990年代中盤までは主に、フジテレビ系アニメ番組で、なずの故障が使われており、テレビ東京でも、旧朝日通信社と、旧第一企画が合併する1998年までは、 アサツのロゴが散見されていた。ABC 制作テレビ朝日系日曜朝枠のアニメや日本テレビ系金曜夕方枠のアニメ。1990年代後半に日本俳優連合らの活動で声優のギャランティが上昇すると制作費抑制を図るために従来よりアニメ作品の舞台化で取引関係のあった舞台工業会社ネルケプランニングと 音響制作会社ジンランスタジオの2社とのつながりを持つこととなる。以降しばらく同社作品においては、同社に所属する舞台俳優を中心としたキャスティングが行われていた。しかし2001年に制作されたテニスの王子様を機に、非配連系声優とネルケ系声優が共演するようになった。2006年4月1日、長く使用してきたロゴデザインを一新した。これに伴い、 従来は、テレビ東京の番組で表示することが多かった、ナズの名称を UHF、衛星民放局で放送する作品などでも使い、ADK との差別化が図られるようになりつつある。2007年夏に、テレビ朝日で放送されたシニアアニメ、ゾンビローンより、テレビ、東京以外の地上キー局でも、ナズ名義で作品を放送している。2019年1月、 ADK の持ち株会社化に伴い新設された ADK エモーションズの子会社となる。作品詳細については、個々の項目や日本アドシステムズの公式サイトを参照のこと。一部シリーズ作品以外はすべて放送開始とし順に、列挙1980年代、編集1990年代、編集2000年代、編集2000年代前半2000年代後半2010年代。 編集2010年代前半2010年代後半2020年代編集2020年代前半ハット AB 第45期決算広告2020年5月15日付漢方50ページ AB 大黒祐一郎この人に話を聞きたい第74回片岡義郎アニメージュ2005年3月号徳馬書店ただしケロロ軍曹シリーズ 人造昆虫株と防具 VV など、スタッフロールのテロップと同じフォントで表記されている作品もある。ありがとうございます。